会見始めて行います。で昨日ちょっと僕昨日記者会見をやればよかったかもしれないんですが、昨日、予算案が成立をしました。それについて一言申し上げますと、一つはやっぱり予備費5兆円でコロナ対策に関してもっとしっかりやるべきだっていうのが一つ目です。それから防衛予算が補正予算も入れると6兆1000億円になっていて、ずっとこの間うなぎ上りで本当に増えています。これについて、補正も合わせて6兆1000億円という防衛予算はいかがなものかと、これについては南西諸島の自衛隊配備や辺野古のちょっと確認します、などが入っているので問題です。またロシアに対する経済的支援をそのまま凍結していることも極めて問題です。そして、根本的に言えば本来はもっとコロナ対策、そのための公平な税制の実現、本来であれば消費税 5%、社民党は衆議院選挙ではこの3年間廃止すると言いましたが、内部留保の課税も衆議院選挙の時に打ち出しました。所得税の累進課税を元に戻すことなど、公平な税の実現については全く手つかずです。また労働法制の規制やさまざまな点も手つかずです。賃金を上げるということも、これは安倍内閣の踏襲でしかなくって、どれだけ実効性があるのか、賃上げをした企業に対して減税するというのもどこまで実効性があるのか分かりません。根本的にこのコロナ対策、それからコロナで傷んだ人々をちゃんと支援していくという点がやっぱり本当に根本的に弱いというふうに思っています。でまた今回の予算の審議は極めて、イレギュラーというかおかしな経過をたどったと思っています。国会で予算案を審議している最中にトリガー条項の凍結の解除が議論になるというわけです。だったら私たちが議論している予算案は一体何なのかということなんです。もしトリガー条項に関して、トリガー条項の凍結の解除をやるつもりがあるのであれば、それはその予算案にちゃんとそれを反映すべきです。出し直せというかですね。ですから国会内のさまざまな取引ではないけれども、国会内のさまざまな交渉音はまさにテーブルの下にあって、それで、予算委員会の中ではそこははっきりさせないまま、当初の予算案をとにかく成立させてくださいっていうのは極めて予算案の成立として不誠実だと思います。この後もし私自身は、まさにこのトリガー条項の凍結の解除は今物価高だから必要だと思います。でもトリガー条項の凍結の解除だけではなく消費税減税、これこそこれもやるべきだと思っています。そしてそう思っていますが、予算案がそうなっていないと、そうなってない予算案を審議させられるっていうのは本当におかしいと思っています。いろんな取引やいろんなことがあるのかもしれませんが、それは理解できません。ちゃんとした予算案を、つまり陰でいろんな、陰でって言ったらすいません、別のところでいろんな議論をしていて、しかし予算案は当初の予算案のままこれを通してくださいっていうのは本当に不誠実だというふうに思っています。今回このような予算案の審議になったことについて本当におかしいというふうに思っています。じゃあ当初予算が通さなきゃよかったのかっていうと、っていうかですね、社民党はそういった理由から今回、コロナ対策が不十分だ、防衛予算がうなぎ登りで過去最高、この間の中です過去最高になって6兆1000億円、それからロシアに対する支援などが継続している、という問題などからこの法案には本当に反対ですし反対をしました。以上です。で、それからですね、今日ウクライナ大統領が演説、インターネットを通じてですが演説をされます。その中身はまだもちろんわからないわけで、しっかり聞こうというふうに思ってます。終わった後ぶら下がりも予定をしております。で日本は
憲法9条があるので、もしももしも大統領が軍事的支援を日本に要請しても、日本は憲法9条があるので、それに応ずることはできないというふうに思っています。ただ日本もたくさんのいろんな支援が可能で、非軍事的なこと、あるいは経済制裁をちゃんとやること、国際的なネットワークでロシアを説得していくこと、たくさんのことができます。その意味でこの戦争を1日でも1秒でも早く終わらせるために、まさに日本がやれることはたくさんあると、そこを非軍事的なことで日本は頑張るべきだというふうに思っています。それから3点目、18歳から60歳までの男性は国内、そしてですから今、避難民あるいは難民と言われている人たちは女性や子どもが、非常に多いと言われています。で、心配なのは、戦争といった時に暴力や性暴力が非常に起きるとか、さまざまなことが起こりうるわけで、現在もいろんなことが起きてるんじゃないかというか、あるいは人身売買とか起きてるんではないかという指摘も聞いたりしております。ですからまさに戦争の中で極めて弱い立場に置かれた人たちが、まさに凄まじい人権侵害をまさに受けないように、この点も一人の女性として日本の国会議員としてしっかりチェックをしていきたいというふうに考えております。3点目は今日、参議院の憲法審査会がありました。一言、憲法改正の議論をしている場合ではないでしょうというふうに思います。今コロナ禍で亡くなる人たちがいる、そして、今日のお米がない、明日のお米がない、生存権を守られてない人たちがたくさんいる。生存権、平和的生存権、表現の自由、それから幸福追求権、学問の自由などが侵害されている中で、まさに生存権こそ、生存権、憲法上の価値をまさに生かしていることこそ必要で、憲法改正ではないと思っています。そして憲法9条はまさに戦争反対、戦争という手段で武力行使で問題解決をしないというものです。今こそこのロシアによるウクライナ侵略の中では、憲法9条の価値こそ輝いていると思います。軍備には軍備、軍拡には軍拡という中で緊張を高め、その中では本当に戦争が起きてしまう。ですからまさに今このロシアによるウクライナ侵攻侵略という中で、憲法9条こそ輝いていると、この考え方、戦争という手段で物事を解決しないということを日本は主張して、これを広げていくということこそ本当に必要であると、アジアにおける安全保障構想というドクトリンを社民党は2002年に発表しております。さまざまな手段で外交的な努力、安全保障構想、他国との協調、あらゆることを尽くして平和を構築していく、それは憲法9条だと思っています。憲法9条改悪ではなく、戦争のできる国ではなく、戦争武力行使で問題を解決しない、憲法9条の価値こそ今この輝いていると思います。世界中で、ロシアで、日本で、あらゆるところで今戦争反対の声が広がっています。憲法9条はまさにそこと手をつないで連帯してやっていけることだと思っています。で、社民党はさらに核兵器、それから原発廃絶しかないと、危険な原発とそれから核兵器持っていて、それ威嚇として使うということが現実化したわけですから、まさにこの核兵器と原発を使わないという形で頑張っていきたいというふうに思っております。もう一つ、ちょっとすいませんが、私はこのロシアによるウクライナ侵攻の中で、戦争する国が表現の自由を含めた基本的人権を侵害するということに本当に改めて怒りを感じています。というのは、ロシアの中で、ではプーチン大統領は
憲法を改正し法律を変え、表現の自由、メディアに対するコントロール管理をとても強化をしてきました。で現在ロシアで戦争反対といった政財界の大物の人たちやいろんな人たちが、まあ、その辞職したり地位を追われているという報道があります。まあ、この間国営放送の女性の決死の覚悟の戦争反対っていうのもあったわけですが、まさに今ロシアの中で本当に正しい、あの彼女のプロパガンダに騙されないでっていう、あの、まあ、表示だったわけですが、今ロシアの中で表現の自由が、あるいは報道の自由が従前に尽くされているとは全く思えません。つまり、まさにその戦争するときに基本的人権、とりわけ表現の自由、報道の自由が制限されることを目の当たりに見て、本当にあのこのことを絶対に起こしてはならないと思っています。戦争と平和と平等は手を携えてやってくるという言葉がありますが、平和、差別、それと戦争と差別排外主義は手を携えてやってくるということですので、そういうことが起きないように、しかし日本は振り返ってどうでしょうか。個人、あの秘密保護法、安保関連法、戦争法、共謀罪、重要土地規制法など違憲の法律を成立させ、メディアに対するコントロール、国民に対する監視を極めて強化をしています。戦争をするときに、戦争のできる国にするときに、まさにこういう、基本的人権の制限、とりわけ監視を強め、表現の自由を侵害することが本当に強まらないように、民主主義を機能していくことをしっかりやっていきたいと思います。プーチン大統領のウクライナ侵攻の根幹には、やはり民主主義がロシアの中でやっぱり脆弱であったということもあるように思います。国会で議論するしたとはあまり聞いてなくて、プーチン大統領が戦争をやることを決めました。民主主義が脆弱だったり弱かったりすると、やはり戦争を起こしかねない。日本でもまさに民主主義を強化していくということ、これが民主主義が脆弱に絶対ならないようにということをしっかりやっていきたいと思っております。以上です。この後会議ありますので、あと10分ぐらいで終わりたいと思いますので、ご協力お願いします。じゃあ一つだけちょっと質問3つ用意してたんですが、1点だけお伺いしたいと思います。フランス店の及川です。今日厚生労働省の前で、C 型肝炎の薬害の被害者の方が、デモをされました。予算を見ると B 型肝炎、令和3年の補正予算、そして令和4年の本予算においても B 型肝炎は給付金があるんですけれども、 C 型の方はない。それで C 型の方も救援法ができましたけれども、結局カルテが残ってないということで、大変証明するのが難しく、亡くなっていかれている方もいると、どのように救済すべきだとお考えか、お伺いできればと思います。はい、おっしゃる通りで、B 型の方たちからはまた要請を受け、また C 型肝炎の皆さんたちが事務所に来て要請を受けました。でカルテがなくても、さまざまなことから蓋然性から立証ができればですね、それは救済をすべきだというふうにも思っておりますし、またなかなか 本人に伝わってないという知らない人たちもいるとか、そのままになっているヤニも聞いておりますので、そのことの、しっかりした救済が必要だと思います。以上です。ありがとうございます。じゃあよろしいですか。はい、では終わります。熱弁を振ってすいません。はい